こんばんは。ウィークリー千葉県小杉真希です。春本ゆなです。この番組では毎週千葉県のさまざまな話題をお届けしています。番組のおしまいには素敵なプレゼントのお知らせもありますのでお楽しみに。まずは今週の千葉県の主な出来事からお伝えします。14日火曜日、令和5年2月定例県議会で質疑並びに一般質問が行われました。質疑並びに一般質問は22日まで行われ、27日からは予算委員会が、3月2日からは各常任委員会が開かれます。会期は3月10日までとなっています。以上、今週の千葉県の主な出来事をお伝えしました。続いて県からのお知らせです。県では料理を通じて千葉県の魅力を発信するため、県内の多彩な農林水産物を活用できるアヒージョに、隠し味として千葉県ならではの醤油を加えた黒アヒージョを始めました。千葉県の醤油は出荷額全国1位、いろいろな食材と相性がいいため、千葉の美味しい農林水産物を満喫できます。3月10日金曜日まで開催されている黒アヒージョフェアでは、黒アヒージョ料理コンテストの受賞メニューを含め、多彩な黒アヒージョを県内飲食店で味わうことができます。県内のフェア参加飲食店で黒アヒージョをご注文いただいた方には、テレビアニメとコラボしたオリジナル缶バッジのプレゼントもあります。参加飲食店など詳しくは特設サイトをご覧ください。以上、県からのお知らせでした。続いて特集、ゆなちゃんのリポートです。はい、今週は袖ヶ浦市のお出かけスポットと題してお送りします。まきさんは袖ヶ浦市といえば何を思い浮かべますか？そうですね、千葉アクアラインマラソンのコースになっていて、ゆなちゃんがリポートしていたのが袖ヶ浦市ですよね。その通りです。あの時はランナーや沿道で応援する皆さんに元気をいただきました。さあ、そして今回はそんな袖ヶ浦市のお出かけスポットを3カ所ご紹介します。私は今このほのぼのとした雰囲気の中で動物たちと触れ合えるスポットに来ています。立山自動車道姉崎袖ヶ浦インターチェンジから車で10分のところにあるこちらの施設、広大な敷地ではのんびりとした時間が流れ、来た人を癒してくれます。こちらの動物園について園長の国立さんに伺いました。もともとこちらはフライをメインとした動物園だったんですけれども、閉園してしまうっていうことだったので、動物も施設もそのまんま引き継いで、できるだけ同じような形で頑張って始めました。そこでもね、人と人との縁とか人と動物の縁っていうのも感じたので、縁をやっぱりこの園にさせてもらいました。だいたい 5、60種類、頭数でいうと150ぐらいが暮らしてます。なるほど。まあね、羊以外にも他にもいろいろいるんで、行ってみましょうか。はい、ということで園内を案内してもらいました。カピバラさん、行ってみましょうか。はい、あ、楽しみ。 あ、来てくれた。あ、思ったよりもなんか大きいですね。ちょっと近づきますよ。はい、雨降ってるからあんまり濡れたくないみたいです。雨濡れたくないんだ。かわいいね。前歯がかわいい。そーっと撫でてあげても大丈夫ですよ。本当ですか？うん、頭とか？うん、とか首元とか。あれ？毛どうですか？硬いです。そう、意外とゴワゴワするでしょ。結構びっくりするぐらいね、毛がしっかりしてます。見た目ふわ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 ですけどね。続いてウサギのコーナー。ありがとうございます。あ、かわいい。え、待って、え、結構もぎ取る力強い、思ってたのに。あ、ちょっとお待ちなさい、お待ちなさい。待て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 、あげるあげる。待って、これ全部で何匹ぐらいいるんですかね、ウサちゃん。今ね、子供も生まれたりしてるんで、だいたい30ぐらいかな、いますね。ここは本当に大人から子供まで
結構長居できるポイントになってるんですよね。なんかもらったらみんなすぐどこ行っちゃう。こうやってちょっとキープしといたらどうですか。なるほど。うん、離さずに。でも結構ね力強いんですよ。うん、そして最後はあダチョウがいる。ダチョウですよ。大きいですね。大きいです。世界最大の鳥ですからね。あ気づいた気づいた。うん、怖いな。えどれぐらいガフってきますか。ある程度はきます。怖い怖い。大丈夫大丈夫。もうちょっともうちょっと待って。怖いと思ったら。こうやってグーにして持ってあげれば、あのここの先っぽだけ食べてくれるから。手食べられそうでちょっとドキドキしましたけど、でも顔が可愛いですよ。目はキルキル。いや今日は近くでいろいろな動物を見ることができたり触ることもできてとっても楽しかったです。よかったです。触れ合うことを通して。動物の、ね、命のぬくもりとか、あの動物と人との縁、人と人との縁とかをすごく大切にしている動物園なんで、ぜひね、あのまた機会があったら立ち寄っていただければと思います。続いて紹介するのは姉崎袖ヶ浦インターからおよそ3分のところにあるこちらの施設。近隣の農家や県内の生産者から毎日届けられる新鮮な食材や珍しい物産が満載の直売所や3店舗からなるフードコートがあって、様々な料理が楽しめます。そして今回私が選んだのはじゃん、こちらのメニューです。この料理を提供しているのは九十九里町にある国民宿舎直営の飲食店。お店のおすすめは新鮮なお刺身と大きなアジフライがついた定食だそうです。お刺身は日によって変わり、今日の盛り合わせは千倉漁港で獲れたアジ、マダイ、イサキ、カンパチです。そしたらマダイをいただきます。お醤油つけて、うん、新鮮、うん、身がプリップリで美味しいです。では続いてアジフライもいただきます。すごいずっしりしてて重いです。うん、うん、衣サクサクでジューシーで、身はふわふわですごい分厚くて美味しいです。いやこれはボリューム満点で大満足ですね。こちらの施設にはワンちゃんと食事を楽しめるテラス席やドッグラン、そして絶好の写真スポットとなっている茶畑もあります。茶畑では今後茶摘み体験を予定しているそうです。定食美味しそうでした。あんなに緑豊かな場所で新鮮な海の幸が味わえるのは少し意外でした。はい、美味しかったです。ところで店名にも入っているタッソとはどういう意味だか分かりますか。聞いたことがあるような響きなんですが何でしょう。正解はアナグマです。ですのでアナグマの森という店名なんですね。それにちなんでこちら敷地内のどこかにアナグマの像があるんです。訪れた際には探してみてください。アナグマの像も可愛いんですけれど前半の動物たちも可愛かったです。はい、あんなにたくさんの動物たちと触れ合えてとっても癒されました。さてマキさん、袖ヶ浦市のお出かけスポットまだまだありますよ。お、ということはキラキラ光るあれですか。いや綺麗ですね。もうすっかり日も暮れてきましたね。ということで最後はイルミネーションで締めたいと思います。立山自動車道姉崎袖ヶ浦インターチェンジから車で5分のところにあるこちらのテーマパークでは今年もウィンターイルミネーションが開催されています。17年目を迎えた今回のタイトルはファン、光る笑顔に福来たる。点灯後15分おきに音楽に合わせて光が点滅するダイナミックなショーに始まり、地上のイルミネーションを丘から見渡したりその中を歩いたりすれば
まるで別世界に飛び込んだかのような幻想的な空間が広がっています。また虹のトンネルもあり、今年も写真映えスポットとして多くのお客さんを楽しませています。そしてこちら観覧車でイルミネーションを上から楽しんできたいと思います。わー綺麗、歩いてみても綺麗でしたけど、こう上から見るとあ、クジャクの羽って広がってたんだとか、またいろいろ分かることがあって、それも楽しいですね。皆さんもぜひ見に来てください。今シーズンのイルミネーションも幻想的で綺麗ですね。はい、本当に別の世界に迷い込んだかのような感覚になりました。それにしても動物、グルメ、イルミネーション、袖ヶ浦市は見どころがたくさんありますね。そうなんです。取材の日は雨とあいにくの天気でしたが、袖ヶ浦市の魅力を感じることができました。今日紹介したスポットはすべて近場にあるので、1日かけてゆっくり楽しんでいただきたいです。以上、特集でした。続いては菜の花瓶。釘を使わず組み立てる家具職人からお便りが届いています。木材にほぞと言われる凹凸を作り、木と木を差し合わせる伝統的な工法で作られる家具を差し物家具と言います。作る工程っていうのは複雑な組み手を使ったりするので、すごく大変な部分はあるんですけど、やっぱりこうできたものが美しいねとか綺麗だねって言ってもらえるような、すっきりした長く使っても飽きのこないような家具を作りたいと思っているので、そういう表現するのにはその差し物家具っていう技術が自分には一番合ってると思うので、それを使ってやってます。自分の暮らしに合った家具が欲しいなって思った時に、既製品だけではなくて誰かに頼んで自分だけの家具を欲しいなっていう方のために、やっぱり千葉ではなかなかそういう作る方が少なかったので、自分がそういう仕事ができたらいいなって思いで差し物家具っていうのをやってます。大谷さんの作る差し物家具は令和4年度千葉県伝統的工芸品に指定されました。木をしっかりと組み合わせることで長く愛用される丈夫な家具になるんだそうです。やっぱり使うことによって木の風合いも増してきますんで、やっぱりこう100年後それでも美しい家具っていうのが、やっぱりこう世代を超えて使い続けていってもらえると思うので、美しくてでもこう長く使える丈夫な良さっていうのも兼ね備えたものを作りたいと思ってます。大谷さんの作る差し物家具はギャラリーで実際に見ることができますので、お問い合わせの上お出かけください。また千葉県指定伝統的工芸品については県ホームページをご覧ください。それではプレゼントです。今週は特集で紹介した動物園のオリジナルグッズをセットで5名の方にプレゼントします。ご覧の必要事項と番組の感想を必ずお書き添えの上ご応募ください。たくさんのご応募お待ちしています。さて、そろそろお別れの時間となりました。来週の特集は千葉市と千葉市と題してお送りします。それでは今週のウィークリー千葉県、この辺りで失礼いたします。